毛利公判、毛利公判昭和14年6月12日は、戦前日本の家族、貴族院議員、毛利式即記術の創始者。日後宇都藩主、細川公信の次男として、熊本に生まれた。陽名は直次郎。義理のおば、美女子が、文後再起藩主、毛利高明の5歳となった縁で、高明の養子となった。廃藩治験後に上京して、明治9年に、 養父の死により、家督を、相続、1884年7月8日、死者を除諸した。明治21年ドイツに留学、即期術を研究、明治24年に帰国宿内正式内衝式部官に任命されるが、明治26年に、再起に帰り、日本語即期の研究を続けた。明治40年9月に、子女の教育のため再び上京し、大正2年6月に、 貴族院施釈議員となる。大正9年7月、毛利式即記術として発表。大正12年4月に毛利式即記学校を設立して教授した。大正13年に資材を投じて、もう都市営方向財団を設立し、再起の教育や、植産振興に努めた。昭和7年7月、貴族院議員を辞職に際し、即帰化2000円を寄付した。 昭和14年時点で病没。墓所は、柴田塙の東前寺だ。改名は、即近殿会新興藩大古寺著書に、毛利式日本即帰術などがある。前妻は、越後良いた藩大十代藩主、井,井直なおの娘、高子。五妻は、直康の幼女、佐子である。長女の久子は、黒田長和に、次女の千代子は、この絵踏丸に、 三女の安子はその弟秀茂に、五女の清子は筑波藤茂に貸した。長男の公領は創生し、次男の公宗が家督を継いだ。子供らは皆即記術を習得し、安子は西園寺金持ちの秘書だった原田熊尾に協力して原田日記を口述筆記した。ありがとうございます。